おはようございます今日の話は笑顔で光って輝いてという小林聖冠さんの本の中から明るい光を投げかけるという話です人間には伝染しやすいものが3つありますそれはあくび、不機嫌、笑顔ですあくびをしていない人のところにあくびをしている人が入っていくとあくびが伝染します明るく楽しく生きている人の中に不機嫌な人が入っていくと不機嫌が伝染します 不機嫌な人の中に笑顔の人が入っていくと、不機嫌な人に笑顔が伝染していきます。ドイツで生まれたゲーテという詩人がいます。彼は詩人のほかに作家、自然科学研究家をしていました。代表作にギョクファウストがあります。彼は人間観察をし続けた結果として、人の最大の罪は不機嫌と書き残しました。最大の罪は人殺し、盗むこと、騙すことではなく不機嫌なのです。 不機嫌の場合それを直さない限り周りにいる何百人何千人へと何度も不愉快を与え続けていることになりますあれが悪いこれが悪いと言っている人は自分が闇を発しているかもしれないということに気がついていません問題を指摘することで周りに暗さを与えさらに自分も暗くなり不機嫌になることで口がへの字口になってしまいます いつも明るい笑顔や温かい言葉を投げかけて楽しそうにしていることが、周りの人に明るい光を投げかけているということなのです。あれが悪い、これが悪いと言っている人は、自分は真っ当な意見を言っているだけだと思っています。自分が不機をまき散らしていることに気づかない。意見も言っちゃいけないのか、などと逆言されたりします。否定も同じで、それは例えば、でも、だってから始まること。 また、小林生官さんは、やゆ、嫌味、皮肉のことを差し言葉と言います。チクチクと人の心を指すからです。言われた人はどんどん離れていく。周りも暗くなり、テンションが下がります。結果として不機嫌となります。でも、だってではなく、なるほど、そうだね、と肯定から始まることすると、自分も周りも機嫌が良くなります。いつも笑顔で不機嫌ではなく、明るい光を投げかける人でありたい。じゃあ、今日はこれで終わり。